日本の米は世界一、布団の中から出たくない、働きたくないなど多くの名曲を生んだ打ち首獄門同好会。当バンドはギターボーカルの大沢敦志、ベースの純子、ドラムの川本飛鳥の3人組バンドだ。大沢と川本はメザーハウスという音楽の専門学校で出会い、2004年に打ち首獄門同好会を結成した。当時は純子ではなく別のメンバーがベースを担当していた。またバンド名は当時のメンバーで会議の末に決まったもので、川本が和風な名前がいい、例えばちょんまげトリオとかと言い出し、それだけは避けなければと感じた大沢が当時のベースに打ち首獄門同好会と切腹愛護団体と終生遠投協同組合どれがいい?と詰め寄ったところ、このバンド名が選ばれた。そうして独特なバンド名となった彼らは、その年に初のデモ音源デモクラシーボリューム1、翌年にはデモクラシーボリューム2を完成させる。ところがベースが俺のバンドを作るという理由で脱退。その後サポートメンバー扱いだった純子がいつの間にか加入し、現在のメンバーが揃った。そして2008年にはライブ通算100回を達成。また2009年には初の全国リリース作品庶民派爆弾さんを発売し、着実にステップアップを果たしていった。さらにその後富士ロックフェスティバル2009に出演したり、2011年に石巻ロックフェス2011に出演したりと、少しずつ勢いに乗っていく。その中で本格的なロックスタイルと生活感が漂う歌詞が合わさった生活密着型ラウドロックが話題を呼び、じわじわ知名度がアップ。2012年にリリースしたアルバム獄門のすすめはオリコン212位、その翌年リリースしたアルバム一生同好会しますはオリコン83位、2014年のアルバム天国はオリコン66位と着実に記録を更新していった。そして2015年シングル日本の米は世界一ニュージェネレーションを発売。曲名の通り、日本のお米の素晴らしさや品種を語っている歌詞が話題となり、多くのメディアに取り上げられ大ヒットとなった。その後テレビ番組行列のできる法律相談所にも出演。またテレビ番組サマーズの神疑問でアルバムを1万以上リリースし、かつラブソングを作っていない全アーティストの中で最多曲数を保有しているという理由から、ラブソングを1曲も作っていないアーティスト第1位に認定された。なおこの認定に対して大沢は、身の回りのことを曲にしているためラブソングを作っていない自覚はあったと述べている。また2018年には日本武道館にてワンマンライブも開催し、完全にブレイクを果たす。さらに同年開催した純子さんお誕生日会では、彼女が60歳の還暦を迎えたという事実を公表。ギャルな見た目からしたらあまりの意外さゆえ、割れたくす玉から祝還暦の文字が現れた瞬間、ファンはネタだと思った。しかし還暦は事実であり、後にツイッターのトレンドに上がるほど話題となった。ちなみに昔純子から実年齢を聞いた大沢と川本は、実は私アラサーじゃないんだよ。うんうん、もうちょっと上、アラフォーでもないんだよ。え、どういうこと？実はと、ただ爆笑しただけで終わった。その後も何も気にすることなくバンド活動を続けるメンバーたち。そんな二人を見た純子は、ありがたいなと感じつつ、寿命はわからないけどしわくちゃになってもギャル服はやめないと心に決めている。こうして我が道を進む打ち首獄門同好会だが、なんと2019年に首相官邸で安倍首相との面会を果たしている。その理由は、日本の米は世界一や魚料理を褒めたたえる島国 DNA など日本の食べ物に関する曲を多く作っていたためだ。3人は首相から、日本の食を世界に音楽の力で広げてほしいと直々に要請を受け、さらに農林水産省からは特別食ファンバダサーロックにも任命された。このように楽曲だけでなく話題性にも事欠かない打ち首獄門同好会、彼らの勢いはますます加速していきそうだ。この
チャンネルではこのような漫画をどんどん投稿していくので、見逃したくない方はチャンネル登録・高評価よろしくね。また他のアーティストのリクエストがあればコメント欄にお書きください。